nicht ein Channel, ei, 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 nicht ein Channel, ei, 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 wo, ei, wo, kana de de yuku, nicht ein Channel, ei, 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 nicht ein Channel, ei, 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 afureru, afureru.さあ、西田愛です。さあ、皆さん、夏がやってきました。夏が来る、きっと夏が来るっていうね。まあ、私たちよりも上の世代の方はもうわかる曲だと思いますけど、まあ、この前私、大黒摩季さんのコンサート行きまして、ちょっとだいぶまだ影響を受けて引きずっているところなんですけど。というわけで今日は、ちょっとこの夏に、夏だからこそチャレンジしてほしい、そんなポイントメイクを紹介します。なんか紹介っていうか、提案します。提案したいと思います。夏祭りに行くとか花火大会に行くとか、あとはこの季節はやっぱりフェスですね。フェスに行くとか、やっぱイベントごとが夏はとにかく多いです。夏休みとかに入ってちょっと人に会わなくなった時期に久々にバーッといろんな人に会うタイミングだったりとか、もしくは初めての出会いがあったりとか、とにかくね、いろんなそういう楽しい出来事がいっぱいあるのが、まあ、このシーズンですから、そんな時にいつもと違う自分の顔でね、いつもと違うちょっと冒険したチャレンジしたそんなメイクでそういうところに出かけてほしいなと思って、そしたらきっと何か新しいことも生まれると思うからさ、そんなの紹介したいなと思います。まあ基本は、毎日メイクのもう最終的なアイシャドウのところでそれをちょっと紹介したいなと思うので、まずはいつも通りのベースメイクしちゃってください。私もちょっとベースメイクだけはしました。で、夏におすすめなのが眉ティントね。眉ティントしとくと、例えばプール行ったりとか海行ったりとかね、行った時に私みたいに眉毛がもともとそんなにない人はもう眉毛消えるだけでだいぶ印象が変わってしまうわけですよ。で、あれ朝めっちゃ可愛かったのに水から上がったらえみたいになっちゃうとすごい残念だから、やっぱそういうさ、アクティビティしてる時って声が芽生えやすいしさ、眉毛一つでそのチャンスを失うのはもったいなさすぎるから、眉ティントとかを長くて、そうだね、2、3日3日4日持つものが市販のものだと多いと思うんですけど、まあ、そういうのを2、3日に1回こう眉ティントして寝て、で起きたらそのちょっと薄れてるぐらいのティントの眉に、まあ、いつも通り眉をこうメイクしてあげれば、たとえ水とか汗で落ちてもティントをあらかじめティントって色付けねしてあるから、落ちてもね、そんなに全部なんていうの、消えちゃうっていう心配がないので、ティントおすすめです。じゃあこの状態から西愛チャンネルの、このメイク動画支持者に人気の私の眉描きから今日はスタートしたいと思います。はい、ルナソルです。だいぶ右側がすり減ってきました。1年以上使ってんだけどまだ持ってますね。太めのブラシの方で真ん中と 1,2,3 番目と4番目を混ぜて、まずね、大枠をね、大体この辺に眉毛今日描こうっていうところにパウダーをのせていきます。この最初のね、下書きみたいなものを飛ばすとね、やっぱり落ちやすかったりとか、落ちた時にすぐ肌色が見えちゃったりとか、あと意外とすでに毛が生えてるところって塗り忘れとかが多かったりするんだよね。毛があるからさ、やっぱその部分だけ黒く濃くなっちゃうと思って塗らない人が多いみたいなんですけど、一応色を統一にするためにも毛が生えてるところにもこうやって太いブラシでね、うっすら全部塗ってあげるといいと思います。で、大枠のぼやーんとしたラインができたら、こっちの細いブラシ、これこっちで4番目と5番目を濃いめの色を取って形を作っていきます。もう私何回眉毛の描き方説明してるっけ、この動画で。この前もさ、元 AKB の今演歌歌手をやっている岩佐美咲ちゃん、わさみんとさ、ご飯行ったのよ2人で。その時にもずーっとじーっと顔を見るから何事かと思ったら、なんでそんなに眉毛綺麗なんですかって言われて、私もいつもそうやって YouTube 見てくれてる人たちからさ、眉毛の描き方とか眉毛綺麗とか言われるけどさ、
自分的にはもう十数年かけて行き着いた形がこれなだけで、そんな特別なことをしてるつもりがないから、何がそんなにいいのか正直分かんなくて、分からないまま今まで説明してたんだけど、わさみんがまたそうやって言うからさ、ねえねえ、そうそう言ってくれるの嬉しいんだけどさ、何どこが具体的に教えてって言って、逆に私が質問して、したらなんか骨格に沿って自然な感じで書けてるのとかつって、なんかもう書きましたっていう感じじゃなくて、もう本当に自然なんだけど、だけどすごいもう綺麗でみたいな、すごい熱弁してくれて、わさみはもちろんね、現場とかで朝会った時に私の眉毛がないのも知ってますから、でも私がもともと眉毛綺麗に生えてないの知ってるじゃんって言ったら、はい知ってますって言ってそういうとこも可愛いなと思ったけど、眉毛ないの知ってるからこそこんなに素晴らしく描けてるっていう、そのビフォーアフターが分かるからこそすごいなと思うんですっていう話をしてて、骨格に沿ってって言ってくれてたけど、やっぱそこが大事なのかもしれないね。あの流行りの形とかさ、時代によってこう反る眉毛が良かったり、今年は結構平行な眉で太眉が流行ってるけど、やっぱ流行りの形にするのはいいんだけど、それに寄せようとしすぎて、明らかに自分の生えてる眉毛をもうだいぶ反ってさ、軌道修正して描いてる人とかいるんだけど、それじゃあ結局じゃあ自分に似合う眉毛なのかって言ったらきっと違うんだよね。その人その人のこの骨格に合って自然と生えてる眉毛を生かした眉毛が描けるのが一番美人への近道なんだと思いました、話してて。次は眉マスカラ、キスミーですね。これは、お尻の眉尻の方から眉頭に向かってまずは毛に逆らって塗る、塗れたら最後眉頭の方から流れるように、で眉頭はちょっとちょんちょんって上に向かってあの毛並みを整えます。こっちもお尻から塗って、お尻から頭に向かって、お尻から頭に向かって、で頭は上に向かって、でそれ以降はお尻に向かって流す。どの角度から見ても流れも綺麗だし色もしっかりつくという。今回のポイントメイクに使うアイシャドウをご紹介します。じゃじゃん、眉毛と同じルナソルなんですけど、ルナソルから新しい限定色のアイシャドウが出ました。コントラスティングカラーアイズ EX01 番シャイニングサン、ライジングサンじゃありません、シャイニングサンというアイシャドウなんですけど、いくよ、色見せるね、めっちゃ綺麗だから、いくよ、3、2、1、ででん、綺麗、なんて綺麗な色なんでしょう。もう結構使ってるのがバレてしまってると思うんですけど、こう使った後がね、このオレンジとこのピンク、そしてちょっと赤みがかった茶色にもうギラギラのゴールド、もうこの4色も抜群すぎてやばいです。私はこれを最近はもう毎日メイク、本当に普段用のメイクでやってるんだけど、いろんな人も会う人会う人にいいねそのメイクって言ってもらってます。ただ私はやっぱり、まあ、タレントというか歌手というか、その前に出る人だからね、こういう派手なメイクしてても怒られないし、あの自己表現だっていうことでみんななんていうの、良しとしてくれる、そんな環境にいるのでこういうメイク、まあ、普通にできるんですけど、やっぱり普段メイクでこれやろうとするとさ、会社勤めの人とか、あとはバイト先でとかってなるとさ、結構まあダメって言われるかもしれない、まあそこを制限されるのもちょっと変な話だけど、やっぱり無難な肌なじみのいい茶色系とかさ、ちょっと赤みブラウンとかさ、まあ無難な色とかにするじゃん普通。だからこそフェスとか夏祭りとかだけでもこういう派手な色を使ってもうビビッドな目元にしちゃおうよっていうのが今日の私の提案ね。この4色だけをまあ使えたらいいんだけど、私はちょっとベース的な色の部分とかは普通の色をまず使いたいので、前も紹介したんだけど、エクセルのこのオレンジをベースにした結構シャイニーなね、アイシャドウがあります。 NFS04なのかな、5レイヤーズシャドウっていうやつなんですけど、このこれとこれをアイホールに、そしてこれを二重幅に塗って、それからこのカラフルなシャドウを使っていきたいと思います。このクリーム色とこのハイライトを混ぜてアイホール全体に塗っていきます。
で濡れたら、この下のこの色ね、ちょっと柔らかいねブラウンなんですよ、肌なじみのいいブラウン、これを二重幅に塗ります。やっぱドラッグストア、ファンシーストア、プラザとかそういうとこで買えるっていうのがやっぱいいとこですね。はい、二重幅に塗れました。ここからです。今日はみんなに分かりやすく絵を描いてきたの、目の絵すごいなんか頑張って描いたからちょっとまつげがすごいことになってますけど、これで分かりやすくここに塗るんだよっていうのをね教えたいなと思って、赤みメイクって言ってピンクのシャドウを使ったメイク動画をアップしたんだけど、ピンク動画の難しいところってあの時も言ったけど、目を殴られたように見えてしまったりとか、あざっぽく見えてしまったりとか、前日もうギャンギャン泣いて泣き晴らした、もう腫れて腫れて腫れまくった目みたいに見えてしまいそうになるのがちょっと難しいところなのね。だからピンクちょっと避けてますっていう人多いと思うんだけど、それってピンクをこう全体に塗る、アイホールとかにバーって塗っちゃうとそう見えがちなのよ。でそうなるとせっかくチャレンジしてピンクいいシャドウとか使ってんのにもったいないじゃん。でピンクシャドウっていろんなメーカーっていうかいろんなブランドから出てるけど、意外とね難しいでしょ、ピンクをこうさりげなく使うのって。なのでどうせ使うならもうこのぐらい超ビビッド、もうビビッドピンクぐらいの方がもしかしたら腫れぼったい、そういう殴られたようなメイクにならないのはこの色がもしかしたらポイントなのかもしれない。でこれをどんな風に使うかというと、私はねピンクを取ります。はい、このぐらい取りました。黒目より外側、角度的にはこの角度でこのブラシぐらいの大きさ、ちょうどこの大きさ、1センチぐらいかな、この斜めにポン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 、塗りました。斜めに。はい、今こんな感じになってます。何が起こったかというと、絵に描きますと、ここが二重幅でしょう、私はこのぐらいなんだけど、二重幅が今アイホール全体に塗ったじゃん、白いので、二重幅に茶色いの塗った、で今このピンクを斜めにこう入れました。こっち目尻ね、こっち花があるんだけど、ここにねこんな風に乗せるんです。ちょっと見慣れないと思うんだけど、こんな風に乗せんの、それが今この状態。この後アイラインとかも引いていくし、どんどん目の際とかが濃くなっていくんだけど、騙されたと思ってまずこのぐらい、絶対に黒目より真ん中には塗らないで、このぐらい塗りたくなる時があるのよ、目の半分だ、まあ、黒目がこの真ん中だとしたら黒目より目尻側全部こうやって塗りたくなるんだけど、これは我慢して、そうじゃなくてもうこれだけ、斜めにこれだけ、もう騙されたと思ってこれだけにしてみてください。半分塗っちゃうと殴られメイクになります。で、ピンクが終わったら次は、この付属の、ちょっと赤みが混ざったブロンズっていうのを取って、目の際のところに塗っていきます。目の際に塗るときはぜひ目尻側も、この後アイライン引きますけど、アイラインを引く想定のところまで全部これを引いてあげてください。でちょっとぼかして、これねパッと見そのパレットに乗ってる状態だとすごく濃い色に見えるんだけど、塗ってみるとね綺麗な色なんだよね。でさっきさあんなに大胆にピンクを塗ったけど、意外とこうやって見るともう茶色のおかげですごい馴染んでんの、わかる？これでもう上まぶたほぼできてるからね、あとでラメのせるぐらい。下まぶたなんだけど、今日はさっきも言ったエクセルの、さっきアイホールに塗ったねこの
このクリーム色と真ん中のラメをちょっと混ぜて、目頭側のそうだね3分の1ぐらいポンポンとのせます。下まぶたっていうのはあの涙袋のとこですね。涙袋がない、あんまりぷくってしてないっていう人はあの涙袋を強調させるようなシャドウとかメイクの仕方もあるから、それでちょっとぷくっていうのを作ってもらって、ここなんだけども涙袋、目尻側にさっき二重幅に塗ったこの色を改めてちょっとだけのせます。これも、目尻側から1/3、目頭1/3と目尻1/3だけ塗りました。真ん中は何も塗ってません。こんな状態になってます。でここからが今日のポイント、もう一つのポイント、はい、お待たせしました。このオレンジを使っていきます。さっきピンク使ったのにオレンジ使うの？欲張りって感じですけど、これはまたこの付属のねブラシを使うんですが、トン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 、はい、取りました。すんごいビビッとです。あー怖い、どこに使うんでしょうかって感じでしょ。はい、絵に描いてきました。じゃじゃん、さっきのピンクがここね、こう入ってるはず。オレンジをなんとここに乗せます。びっくりだよね。だけど騙されたと思ってやってみて、オレンジをここに乗せる。でもどっちもそんなにラメが入ってなくてマットっていうのがやっぱポイント。これでラメが入ってて、ラメが入ってるともうなんかラメラメおばさんみたいになっちゃうから、どっちもマットで、仕上げにラメをアイホールにトントントンってちょっとだけ散らすっていうのがやっぱポイントですね。やっぱ何事もやりすぎはさ、やっぱ良くないんだよね。トゥーマッチというかさ、全身スパンコールとかやばいでしょ。それと一緒で、ポイントにこうキラキラしたピアスがあったり、ポイントにキラキラしたベルトとかトップスを着てるは OK なんだけど、頭の上から足先まで全部スパンコールでできてる人はちょっとやばいじゃん、ショーガールぐらいじゃんそんなの。そんなわけで、マットな色っていうのがポイントやね。オレンジ乗せていきます。ここ結構緊張なんで、黒目の真下、黒目の真下にトントン、黒目と同じ幅です。黒目以上ははみ出ない、絶対黒目の下にトントン。半年前までは私下まぶたにそれこそラメ系のピンクをブワーってのせる、そういう赤みメイクにハマってました。血色をちょっとどころじゃないね、あれは血色メイクっていうんだけど、赤みを足して白目がちょっと白く見えるっていうのと、目がねうるうるしてるように見えるっていうメイクなんだけど、ちょっとそれもやり尽くして飽きてた時期だったのちょうど。でそんな時にメイクさんがこのシャドウを使ってて、もうこの色使いさ、私の好きな色ばっかりだからもうキュンときちゃって、速攻買いに行かずにもうその場で楽天で買いました。すぐ届いたから、それからずっとやってんだけど、見て思ったより目尻の上にピンクで、黒目の下にオレンジで、ここについてるゴールドをちょっとだけ手に取って、このアイホールのねピンクとかの上に散らします。これはもう遊び心ですね、完全に仕上げの遊び心。ここからはちょっと急ピッチでいつも通りのメイクをしていきます。アイラインを引いてマスカラをする。はい、いきます。これはせっかくアイシャドウが綺麗なんで、アイラインはまつげのところギリギリに塗ってください。まぶたに塗っちゃうとね、せっかく綺麗なアイシャドウの色がこのアイラインのリキッドで消えてしまうんで、まつげの間を埋めるぐらい。この時のねアイラインはね、ちょっと茶色が入ったアイラインがいいと思います。思いっきり茶色だと締まりがないんだけど、私が使ってるみたいなブラウンブラックっていう、まあ焦げ茶っぽい色だと眉毛も茶色で、アイホールに使ってるシャドウも茶色、そのベースの上に乗ってるピンクとオレンジだから、ちょっと茶色が入ってる方が統一感っていうか色の馴染みはいいと思う。ほんとね、10代の子はさ、今さもうメイクし始めてさ、楽しい盛りだと思うんですよ。もう
お肌にファンデを塗るのも楽しいし、アイシャドウ塗るのも楽しいし、アイライン引くのも楽しいし、マスカラも楽しい。でもね、アイラインとか引くときにだんだんね、指でこうやって持ち上げないとね、ブラシがね、引っかかるようになってくるんだよ。去年一昨年ぐらいからね、さすがに指で引っ張んないとね、小じわがね、あって引っかかるようになって、そんな日が来るなんて思ってもいなかった。来るからね、順番に。ビューラー。この間の ASMR ウィークもさ、ビューラーやってくれっていうリクエストいただきまして、初めてやってみたんですけど、ビューラー一本でどうしようかって本当思ったけど、女子にはさ、なんていうの、物心ついた時からずっと聞いてる音じゃんこれ。だけど男性にとってはなかなか馴染みのない音だろうし、新鮮だったんだろうね。みんな見てくれましたか？ ASMR ウィーク初めてのものばっかりだったな。ウニブドウとかも、ああそう、それでそのわさみんもね、海ぶどうずっとやってほしかったから、あのリクエストでやってくれて嬉しかったですって言ってた。マスカラはまじょまじょです。もうずっと最初の頃から見てくれてる人たちはわかると思うんですけど、私一回気に入ったらもうずっと同じもの使うのよ。だから毎日使う系のさ、ベーシックなやつらはさ変わんないでしょ、アイテムが。ずっと同じの使ってる。繊維が入ってて長さも出るしボリュームも出るのに、テクスチャーが軽いからまつげがね落ちてこないんです、そのマスカラの重みで。そこがいいところ、カール力もある。ただ難点は数時間経った後、そして1日の後半とかに繊維がねポロって落ちて、ほっぺとか顔のどっかにつくっていうのがね難点です。ただ伊達にメイクを十数年やってる西田愛ではございませんので、その解決策も見つけてます。これデジャビュー、私の周りの人も続々と買ってくれてますけど、デジャブの、ラッシュアップっていう、この前も紹介したねブラシがね、こうやってちっちゃい細いね、こっちで下まつげ用なんだけど、これで一回ね上のまつげもね包み込んでしまうんですよ。繊維が入ってないタイプで、プラステクスチャーも軽いので落ちてこないし、重ね付けしても。何よりさっきのまじょまじょの繊維、落ちてきそうな繊維を全部こう包んでくれるから、半日以上経っても繊維が落ちてくる心配がないというね。でマスカラとかさ苦手な人多いと思うんで、こうやってまぶたにくっついちゃったりとかして、はあまたついたみたいになると思うけど、必ず綿棒とか用意しておいて、その都度取っちゃえば何の問題もありません。大丈夫。目はできました。最後はチーク、鼻水グリグリとグリグリと。あのこの前二人羽織メイクっていうのもアップしたんですけど、マジで笑えるから見てほしい。まだ見てない人いたらマジで見てほしい。ほんと面白い、面白かった。またやりたい見ながら笑っちゃったもん。仕上げにオレンジのリップをいける。はい、いつもの西愛さんになりました。完成、完成なんだけど、やっぱりアイライン引いてマスカラやると、最初にあんなにどぎついと思ってたピンクシャドウがね存在感薄れるのよ。だから私は最後にもう一回ダメ押しで足すの。完成しました。見て、はい、黒目の下のさりげないオレンジ、そして上まぶたの目尻側にだけ斜めに入ったピンク、いずれも、マットなものを使ってます。なるべくマットなものを使ってあげてください。最近さ安いやつでもさ、こういう何色も入ったパレットみたいのあるじゃん。ああいうのってだいたいラメが入ってなくて、こういうマットな色のものとかって多いから、ちょっとチャレンジしてみようかなって思える子はああいうパレットでもいいし、とにかくラメがあんまり入ってないものを買ってみてください。その方が絶対仕上がりがかっこよくなるから。あんな色使いしておしゃれな人なんだ、かっこいい、チャレンジ精神持ってるみたいになるのは
このマットが肝心だと思います。はい、解説するとこうね、ピンクは斜めに、絶対黒目より内側に来ない、絶対にこんな風に真ん中まで欲張って塗っちゃわない、絶対もうここだけここだけここだけ忘れないでね。そして黒目の下のこの幅だけ、そして涙袋にのせるこの幅だけ、オレンジをポンとのせる、もうこれだけで花火大会、そしてフェスとか行った時にさりげなく下向いた時、そしてさりげなくこうステージをこう見てるその横顔を見られた時、絶対可愛いと思う。あ、なんかいつもと違う横顔だな、いつもと違ううつむいた顔だなって、そんな風に友達とか、ちょっと気になっている人とか振り向かせたい人とかにドキッと、させられる、そんなメイクじゃないかなと思います。これでさらにあのラメを散らしてこの辺にピピピって遊び心でね、あのちょっと粒の粗いラメの粒子を塗っても可愛いとは思う、パーティーとかだったら。でも普通の、まあ、街中でいるぐらいだったらベースとしてこのぐらいできてるとすごくいつもと違って夏ならではのあなたになるんじゃないかなという私からの提案でした。どうかな、できそうって思ってもらえてたらいいんだけど、またそんなのも含めて、コメント欄に感想ください。じゃあまたみんなの見たいメイク動画とかもあったらリクエストもお待ちしてますので、それもぜひコメントください。高評価ボタン、そしてチャンネル登録まだしてないっていう方はチャンネル登録もしてね。そしてお友達にもぜひ広めて、一緒にこの動画見ながらお互いにメイクし合ったりとか、そんなのもしてみてください。ヘアアレンジ、髪の巻き方、正しいアイロンのかけ方とか、そういうのもね、あの美容動画は紹介してたりするので、そういうのもぜひ見てください。あとはツイッターとインスタもぜひあのちょくちょくたまにってどっちやねんって感じだけど、たまに、生配信とかインスタライブとかもねしたりしてるんで、よかったら遊びに来てください。では西大でした。みんな夏を思いっきり楽しんでね。あとちょっとしかないからね、夏ね。バイバイ。ありがとうも下げました。チャンネル登録よろしくお願いします。